こんにちは、三年食太郎です。今日はですね、じゃじゃん、こちら天下一品さんのデカ盛りが目の前にあるんですけどこれね、何かと言いますと、実はこの前私5月15日で24歳の誕生日を迎えまして、それでね、あのお友達のキャサリンさんからプレゼントしていただきました。嬉しい、ありがとうございます。本当に天下一品のラーメンセットってやつ、これをくれたのと、あとこちらのですね、すごいんだよこれ、銀の丼って、すごい鏡みたいになっちゃってる。銀の丼をね、キャサさんがくださりまして、すごいレア物っぽいやつ、これちょっともったいなくて使えない、普通に家に飾ってるんですけど、天下一品のラーメンはさすがに飾っておくわけにはいかないので、早速食べていこうと思います。ってことでですね、なんか最近ね、すごいたくさん食べてるというか、最近っていうかいつもなんですけど、動画の撮影でよく大食いをするので、今回ね、すごいものをいただきました。こちら、ドン、カロリー気にならないサプリっていうサプリらしいんですけど、食べるのを我慢せずに健康にも気を使いたい人にもすごいおすすめのサプリメントらしくてですね、2種類あるんですけど、こっちが脂質に特化したサプリになってまして、ラーメンとか揚げ物とかこってり系の食事の時はこの脂質専用のサプリを、甘いものとか、なんか普段糖質多めの食事をしている人とかにはこの糖質専用のサプリをね、1日3粒だけ飲むとすごくいいらしいんですよ。今日は早速これをね、飲んでからちょっと食べていこうかと思います。で、私ちょっと今日ラーメンだから脂質の方で、こんな感じでなんか茶色いカプセル状のやつですね。ちょっとこれお水で飲んでいきたいと思います。いただきます。うん、あ、全然でも味とかはないですね。普通に飲みやすいやつ。これね、チャック付きでそんなにこうかさばったりしないので、カバンとかに入れて持ち歩いたりとかするのもありかなって思いますね。はい、なんでこれちょっとね今後使っていこうと思います。ぜひぜひ皆さんも気になる方は概要欄から見てみてください。今日はね、ご飯もね、特盛りで用意しました。かわいい、これちいかわちゃんのお茶碗をね、この前ちいかわカフェ行った時に買ったんで、早速これちょっと初めて使います。嬉しい。まあね、天一といったらね、私は米なんですよね。天下一品ね、ラーメンの中で一番好きなんですけど、天一行く時は必ずラーメン麺大盛り白米特盛りセットのやつをね頼んでます。いただきます。美味しそう、嬉しいな、キャサさんめっちゃありがたい。あ、その前にサムネ撮ろう。めっちゃうまそう。まずメンマから食べようかな。いただきます。うん、うまっ。スープドロッドロだ、美味しい。さすが天一、このドロドロのスープがめちゃくちゃ美味しいんですよね。天一は麺めっちゃ長くて、ちょっと家で作ったんで、ちょっと麺がやわめなんですけど、このスープがドロッドロに絡むのがめちゃくちゃ美味しくて、もう最高です。このね、スープうまいな麺も好き、あのこの長い麺も美味しいしな。
すんのがめっちゃ難しいですね。トッピングのコーンです。うん、私店一行くときはそんなにトッピングとかしないでノーマルのこってり頼んでるんですけど、コーンもねすごく合います。あるのも知ってたけど合わせたことなかったからびっくり。結構美味しい。なんかもうこれラーメンというかスープもそうだけど飲むというより食べるって感じですね。よいしょ。熱い。てか全然冷めない。うん、ドロドロのスープに米をかけるんですよ。あ、絶対うまい。美味しすぎてやばい。なんか一時期天一ハマりすぎていろんな店舗行ってたんですけど、個人的に一番好きだったのが恵比寿店と神楽坂店がすごい好きで、神楽坂店はねあれがあるんですよ、天一の大盛りの上の特大があるんですよ。それがねすごい嬉しくてよく行ってましたね。納豆トッピングができたのかな、それもねめちゃくちゃ美味しくてねハマってました。ちょっとね、熱いのと髪が邪魔になっちゃうので一回結びます。すいません、途中から。うん、天一はね、あの店舗によって味が全然違うので、いろんなね、お店で結構食べてもあ、ここはこういう感じなんだみたいな、飽きないですよ。天一本当に最高。自分好みのね、お店を探すのがすごい楽しい。結構味違うんだよね。意外と知られてなさそう。天一とか結構チェーン店でいっぱいあるから。コーンめっちゃ美味しい。うん、煮卵入れてるのほとんど崩れちゃったね。煮卵です。うん、味しみバッチリで美味しい。コーラついたんで乾杯。いただきます。おいしい。味変してみようかな。これも使ってみようと思います。にんにく薬味の素。あ、でもなんか、あ、すごいにんにくの味する。これを混ぜて、なんか混ぜそばみたいになってきたね。うん、あんまり分かんないかも。うん、あ、でもあ、ほのかにニンニクっぽい。あ、美味しい。でも甘いな。ニンニクとコチュジャン的な甘さがある。あ、やっぱそうだ、ニンニク、水飴、唐辛子が入ってるらしいです。なんかニンニクの風味もガツンとくるんですけど、それよりもなんかほのかに甘みが増して美味しいですね。なんかスープに甘さが混じった感じですね。お肉、うん、うん、ね、これもある。からし味噌の素。あ、おいしい。なんかこっちの方がなんかコチュジャンっぽいかも。こっちの方が好きですね、私は。味噌のしょっぱい濃厚な感じと、からしが合ってて、コチュジャンって感じです。
美味しい。でもすごい合う。こちらキムチ、キムチをね使っていこうと思います。キムチトッピングは天一のお店とかでもよくあるらしいのでで、トッピング全然しないからちょっと分かんなかったんですけど、なんかホームページ見たら書いてあったんで使ってみようと思います。なんか天一食べに行くときいつもさ、具とかさ卵が食べたいっていうよりは麺とスープが食べたくていつも行ってるから、あんまトッピング気にしたことなかったんですよね。辛みが増してさっぱりしますね、キムチは。雑炊にしよう。うまっ。おいしょ。よいしょ。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。天一も本当に大好きすぎてめちゃくちゃ幸せでしたね。天一のデカ盛りしかできないかなと思ってたんですけど、お家で作ることができて本当に良かったです。キャサさんもありがとうございました。ってことでですね、今回こちらカロリー気にならないサプリなんですけど、概要欄に URL とクーポン情報を載せてあるので、まあ、気になった方はぜひチェックしてみてください。なんか食べるものによってね、こう脂質だったりとか糖質だったりとか、こういう風に使い分けとかできたりとかするので、まあ、サプリなんでね、飲みやすいっていうのもいいかもしれないですね。薬と違うので。ってことで今日もありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。